千寿観音、千寿観音菩薩、サハスラブジャは仏教における信仰対象である菩薩の一尊。サハスラブジャとは千の手あるいは千の手を持つ者の,の意味である。この名はヒンドゥー教のビシュヌ人やシバ神、女神ドゥルガーといった神々の異名でもあり、インドでヒンドゥー教の影響を受けて成立した観音菩薩の変化神と考えられている。 六観音の一尊でもある。三枚屋型は開け蓮華、満開の蓮の花。聖観音の初割蓮華と対応なす、蓮華情報種。種子は、キリイク。剣族として二十八部衆を従える。十一面千樹観音、千樹千眼、千元観音、十一面千樹千眼、観音、千樹千肘、千,千,肘千皮、観音など様々な呼び方がある。 千珠千岩の名は、千本の手のそれぞれの手のひらに一、岩を持つとされることから来ている。千本の手は、どのような主情をも漏らさず救済しようとする、観音の慈悲と力の広大さを表している。観音菩薩が千の手を得た、いわれを述べた仏典としては、とぎ本んだるまわけ、千珠千岩観世音菩薩、広大円三つ下大貴心だらにへがある。この経の中に置かれた、 大悲神だらには、現在でも、中国や日本の天台宗、禅宗寺院で独唱されている。六観音の一尊としては、陸道の内が軌道を、節化するという。また、地獄の苦悩を再度するともいい、一切衆生を再度するに、無下の大用あることを表して、諸願成就、三世平穏を司るという。戦術観音の尊名は、禅術の通り様々な呼び方がある。 千珠観音像の中には十一面ではなく二十七面の作例もあり、必ずしも十一面千珠千眼観音が正しいとは言い切れない。日本の文化財保護法による国宝重要文化財の指定名称は千珠観音に統一されている。密教の曼荼羅では観音像は蓮華部に分類されている。千珠観音を蓮華王とも称するのは 観音の王であるとの意味で、蓮華王院、京都市にある三十三剣道の正式名称の名は、これに由来す。座像、立像ともにあり、実際に千本前後の手を表現した仏像もいくつか、現存する。奈良市の東照大寺近道像、立像、大阪府藤井寺市のく井寺本尊像、座像、京都府京田辺市のこ北から寺本尊像、立像などが知られている。 造行5メートルを超える東照大寺像は、大手が42本で、大手の隙間に911本のコテがあり、全部で953本現存する。くずいでら像は、大手が40本、放八種を作らない、コテは1001本で、合計1041本ある。コテは、正面から見ると、像本体から直接生えているように見えるが、実は、 像を背後に立てた二本の支柱にびっしりと小手が取り付けられている。くずい寺像の王で、小手の手のひらには絵の具で目が描かれていたことがわずかに残る痕跡から判明し、文字通り千樹千眼を表したものであった。一般的な千樹観の像は十一面四十二比が多い和歌山県の道なり寺本尊像は例外的に四比。四十二比の意味については、 狂然で合唱する二本の手を除いた四十本の手が、それぞれ二十五の世界を救うものであり、二十五四十、イコール線であると説明されている。ここで言う、二十五の世界とは、仏教で言う、三階二十五のことで、天上界から地獄まで二十五の世界があるという考えである。四階に十四あり、四界階に七あり、無色階に四卯があるとされる。俗に言う、 宇頂天とは二十五の優の頂点にある天上界のことを指す。京都三十三剣道の本尊、座像は、鎌倉時代の仏師、丹偵の代表作であるとともに、十一面四十、二秘像の典型作である。四十二本の手の内二本は、狂善で合唱し、他の二本は腹前で組み合わせて、方八、方八を持つ、これを宝鉢主という。 他の三十八本の脇でにはそれぞれ法輪、尺状、水亀、水病など様々な地物を持つ。三十八手に何を持つかについては経典に述べられているが、皇室、彫像の場合は、長年の間に持ち物が紛失したり、後世の補作に変わったりしている場合が多い。戦術観音の造像例は、インドにはほとんど知られないが、中国では、 ユネスコ世界遺産になっている東大の流門石窟や、総大の大足石国などに異例がある。日本での千術観の恩信仰の開始は古く、空海が正積密教を伝える以前、奈良時代から造像,像が行われていた。東大寺には天平年間に千術堂が建てられたことが知られ、同時の今はない行動にも千術観音像が安置されていた。日本における現存作例では、 8世紀半ばの制作とされる、くずい寺像が最古とされ、東昇大寺像も8世紀末から9世紀初頭の作品である。和歌山、道成寺の秘仏である北向本尊像の体内からは、大破した千珠観音像が発見されている。これは、道成寺創造期の本尊と思われ、奈良時代に遡るものである。その他、千珠観音を祀る著名寺院としては、 京都市の清水寺や33県堂、西国札所の小川寺、和歌山県木の川市などがある。京都、清水寺本尊、立像は33年に一度回避の秘仏で42本の手の内の2本を図上に上げて組み合わせる独特の形を持ち、清水型と言われている。同じ清水寺の奥のインポン村の秘仏、千樹観音像は珍しい27面の座像である。 千珠観のの字物については、千珠千眼だら二行、詳しくは、千珠千眼観世音菩薩広大円満無下大悲心、だら二行などの経典に説かれており、実際の彫像、画像なども概ね経典に従って造形されている。以下の持ち物については、西村校長、ふっつの世界観、吉川博文館、1980による。なお、像によっては、 下記で、左手の持ち物としたものを右手に持つ、または、その役場合もある。千獣千眼だら二行では、以上の三十八本の持ち物を持つ手に加えて、合掌手と、放八手を含めて四十本の手について言及している。日本における千獣観音の実際の造像例を見ると、腹前、座像の場合は、膝上で二本の手を組み、その上に宝鉢を乗せる形式のものが多い。 方八を持つ二本と強然で合唱する二本の手を合わせて42肘となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。